ご視聴ありがとうございます。今回は珍しく手のひらシリーズです。うん、そう、みんな大好きスパイファミリーだからです。気になってたので撮ってきました。で、アニメーターさんなので写真のみにしてます。動画も聞けばよかったんですけどね、あの写真撮影 OK ということで、すいません、今回写真のみの投稿とさせていただきます。はい、ということで今回はですね、メガハウスさんで GM シリーズスパイファミリー手のひらアーニャちゃんになります。よかったら見ていてください。はい、まあ、今後ラッシュが来るであろうスパイファミリーフィギュアで、スケールフィギュアの、まあ、一歩手前くらいな感じで考えていいですかね。早速メガハウスさんが手のひらシリーズでアーニャを出してきました。まあでもこれさすがに手のひらシリーズということでめちゃくちゃ小さいですよね。手の模型のようなものが下に置かれてますが、これがですね、もう本当手の大きさくらいになると思うので、小ささもある程度目安になるんじゃないかと思います。全高が 60mm、6センチだそうです。で、キミラさんもつきまして、定価6380円だそうです。で、まあ割引があるので5500円くらいにはなると思うんですけどね。まあでもこの大きさで6000前後かっていう思いはあります。あのメガハウスさんが高いとかそういうことじゃないんですけどね、もうこの大きさでもこの価格なんでしょうね。いやー、これ一歩間違えればガチャガチャに入っちゃうんじゃないかっていう本当大きさでした。はい、で、今回のこのデコマス、あの目が描かれてるみたいで、これプリントされると思うので結構まあしっかりくっきり、まあ、パッチリした感じに製品版はなるのかなと思いました。で、まあこれを映しながらお話しするっていうのは若干申し訳ないんですが、やっぱりスケールフィギュア欲しいなっていうところなんですよね。まあでもメガハウスさんもこれで版権取ってるわけですし、普通のスケールフィギュアもやっぱり出るんじゃないかなと思ってます。まあプチラマやルカップも出てますしね、人気にあやかってもう本当たくさん出るのではないかと思ってます。で、例えばバンダイさんまでフィギュアーズなんか出しちゃってますからね。あとミニも出ますし、大手の動きが早い気がします。で、あのまあ大手といえばもうグッスマさんも動き早いみたいですね。ポッパレなんかもアーニャ、ロイド、ヨルさん決まってますし、あとネンドロイドも3人とも出ますよね。で、グスマさんはもう7分の1スケールでヨル&アーニャが決まってるんですよね。これすごい気になってます。あの7月末にはワンフェスがあるので、ここで公開してくれたら嬉しいですね。てかその頃にはもっともっといろんな発表がありそうな気がします。で、そうですね、まあアーニャも小さいですからね、フィギュア化するも結構同じような感じになりそうな気もしますし、やっぱりフィギュア映えとか考えるとヨルさんですよね。あのかっこいいヨルさんフィギュア出たら買ってしまいそうな気がします。はい、すいません、今回は手のひらアーニャでしたね。でも本当これもすごいいいなと思ってます。あの手にしやすい価格で、これも発売が9月予定なので本当3ヶ月くらいで出ちゃうんですよね。で、しかもフィギュアメーカーさんの綺麗な塗りだと思いますし、これはもう本当これですごいいいフィギュアになるんじゃないかと思ってます。あの実際気になってるんですよね。まあ、そんなわけでですね、今後のフィギュア発表の動向を気にしつつどうしようかななんても決めていきたいと思ってます。皆様はどうでしょうか。まだ全然予約できますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。はい、では以上になります。今回はメガハウスさんで手のひらアーニャちゃんの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。